アンマイナス72エストニアのアンマイナス72アンマイナス72はソ連のアントノフ設計局が開発した総発短距離離着陸ジェット輸送機である。NATO コードネームはコーラー。正面から見るとエンジンが大きな耳のように見えることからチェブラーシカの愛称で呼ばれる。正面から見たアンマイナス72軍用輸送を主目的に1970年代に開発された。 初飛行は1977年12月22日。アンマイナス74はアンマイナス72の後期生産型、民間型と言えるものであり、様々な派生型がある。兵員などを輸送する場合には、キャンパスシートを用いることで68人、空挺部隊ならば57人を乗せることが可能である。このマイナス72びにマイナス74は、 エストール輸送機であり、そのために、コアンダ効果によるパフォーマンスを向上させるために、押し上げる翼の上面の上に吹き付けられるように、エンジンを主翼の上面に設置している。このような輸送機のコンセプトは、アメリカ合衆国も開発しており、ボーイング社が YC-14 として、AN-72 よりも早い1976年8月に、 初飛行したが、アメリカの方は、計画が中止されたので、世界で唯一の USB 方式による実用輸送機である。そのため、極地や砂漠など環境が過酷な地域で運用できる商業的な貨物機として成功しており、各種の派生型が存在している。胴体後部にランプを持ち、尾翼は T1 尾翼、主脚は胴体側面のバルジに収容される。 他のソビエト製の輸送機同様に、未補装の滑走路での短距離離着陸能力を持つ。そのため、1997年と1998年のパリダカルラリーでは2機のアンマイナス72が使用され、1999年には合計4機がラリーで使用された。2006年の時点で合計51機のアンマイナス72とアンマイナス74が運用されている。 主な運行会社は、ボーダーエアラインズ、エアーアルメニア、イナイメクス、ガスプロマビア、と、シャルインクである。他27社が、少数の運用を行っている。など三面図出展、諸原性能。ありがとうございます。